はい、皆さんこんにちは、アチでございます。フォールアウト3アクトですね、やっていきましょう。さあ、だんまり取っていったでしょ、はい、気分よね。とあとここからちょっとメガトン帰りましょう。こっから出れなかったですよね。ここ彼がいたとこなんで、ルーシーさんのね弟がいたとこでね、潰れてるもんね。だもんで、そうだね、あ、ベッドあったかな。あ、ベッドな、あ、でも彼はベッドに寝てたよね。あー、ダメか、またダメか。もうメガトン帰るしかないね。ダメだろうね。あ、ま、あ、松葉杖いるわ。松葉杖はいりますね。よいしょ。おもちゃ箱、おもちゃの車ね。ダーツ。テディベアはいらないね。体ね。あ、で、こっちの出口はないと。あ、でもここにベッドがあったはず。やっぱり あら?あったんだけど。持ち主がいますね。あ、廃棄部品。このベッドは?おお、寝れる。あ、11時半か。もっぱと寝よう。ね、7時間寝ましょう。はい、じゃあね、どうしちゃおうか。あ、戻っていかないといけないかい?あ、戻っていかないといけないんだね、これね。こっちはいけないもんね。あ、いけないいけない。そうだ、ここはドン付きだったはずだから。普通に来た道を戻らなくて行くことできないかい?できないのかな。なるべくだったら戻りたくないんだけどね、めんどくさいから。あそこ、あー、でもダメっぽいね。あ、でも待てよ、ここがもう一本の地下鉄あるはずだから。そうだよね、もう一本の地下鉄があるから、そこでできないかな、別のルート選ぶことがね。できそうな気がするんですよね。で、これ来た道だ。ああ、来た道戻ってんね。で、こっちに行ったら地下に入んだけど、こっち行ったらまた新たなところに行けんじゃないのと。あ、いい感じじゃない。あ、いい感じだ。来た来た。え、なんか浮いてる。おお、何だったんだ。これ何?あ、人形の顔だね。あ、怖かった。びっくりしてって。うん、ここで出れますね。よいしょ。おお、びくしょ。お、軍箱だったのか。なんだろう、もう私びっくりしすぎだね。さあ、メガトン帰りましょう。なんかいそうな、いないかい。いないかな。お、なんかあるよ。から、お、レールスパイクじゃないこれ。あ、ほー、あ、廃棄部品ね。センサーモジュールはいらないか。うん、廃棄部品は欲しいね。お、工具箱、道具箱だらけだね。はい、
なんかすごい敵さんいそうなね、雰囲気バンバン来るんだけどね。あ、なんか爆発音が聞こえたような気するし、今ね。ほらほらほら。違う？ま、じゃあファーストトリップしますか。ん？あ、点検用トンネル。あ、これ私が来たとこだね。それだけかな？あ、アガサさんの家はこんなとこあんだね。ああ、ここか。あ、これ何？あ、グレイジッチか。グレイジッチだね。じゃあまあ、メガトン行きましょうか。すっかり静かな街にもなりましたからね、メガトンもね。よいしょ。お、人がいる。おお。あ。なんだよ、邪魔しやがって。え、何？びっくりしちゃった。で、これがモイラさんのとこだね。あ、いたいた。なんじゃ。廃棄分に興味はと。もちろんさ、ジョーちゃん。どんなのを持ってきたんじゃ。15ある、25ある。あ、すべての廃棄分を支払えば必要。いや、支払う必要がないことないよ。すべての廃棄分を持ってけ。わかった。じゃあ、あんたのキャップを数えるよ。26個もあったね。じゃあ。さ、じゃあね。ちょっと。家寄りましょうか。で、ちょっといつものね。はーいっと。いつものやつやりましょう。ああ、ないよね。V の回復ね。ラドの完全浄化と。あと、これだね。わ。よし。よし。デトックス。はい、はい。あ、デトックスもラドの完全浄化って出るんだよね。あとちょっと待ってね。作れるもん作っちゃおっか。おもちゃの車持ってるよね。あ、グールマスク。センサーモジュール。センサーモジュール行ってみようか。ターペンタイン。パイロットランプも一応行ってみましょうか。毒性持ってもね。ワンダーグルー。あ、核分裂バッテリーとね。で、ワンダーグルーも持っていきましょうか。あ、圧力、あ、もうこれ作れんじゃない？重い。で、レールライフル。ん？あ、圧力鍋がいいのか。しまったね。圧力鍋がいるのか。あと圧力鍋だけなんだね。で、じゃあこっちは。圧力鍋はないでしょ、こっち。ないね。圧力鍋をたらふく持って帰ってこよう。松葉杖、おもちゃ。アンドロイドの部品もいらないか。はい、はい、3つあんだね。コンダクタ、センサーモジュール、ターペンタイン。チェリーボム。あ、チェリーボムはあれか。あ、チェリーボムでいいのか。あれが作れるね。まあ、後でいっか。弁当箱のね。
ラートスコルピオン毒性もいらない、ランチボックス、ワンダーグルね、これもいらないよね、ジュークボックスとか。はい、よいよいと、核分裂バッテリー蒸気、あ、これ持ってないとなんか言われそうなんだよね。戦前のお金、はい、こんだけかな。これだいぶ軽くなったでしょ。あ、なったね、180までいきました。さあ、じゃあ、あ、違ったよ、スナイパーライフルをね、一応持っていきましょうか。スナイパーライフ、あ、違う、こっちだね、ごめんなさい。ね、うわ、グレネード74もあるよ。うん、あ、スコープ付きマグナムと、こっちもあったでしょ。あ、でもあれか、あー、一応持っていこっか。弾がないんだよね。ステルスヘッドギア、スナイパー、スナイパー、あ、スナイパー3つもあるわ。で、こんな感じでいいかい。あ、中国アサルトライフルがあったね。よいしょ、これ持っていこう。で、で、アイテムで、ウェポンで、スナイパー、ああ、もうスナイパーめちゃくちゃ、あれできるわ。弾が133発しかないんですよね。で、でスコープ付き44マグナム。ちょっともったいなかったかもしれないけどね。うん、これでも、あ、重さが200か、結構重いんだね。スナイパーライフル。あー、ダーツガンも持ってるもんね。スナイパーライフルがね、10キロある、あ、10キロ、別にキロじゃないね。10あるんだよね、重さがね。さあ、早速スナイパーライフル使ってみましょうか。よいしょ。はい、スナイパーライフルね。手ぶれなかったかな、これ。あ、これじゃない、バッツじゃない。どうやって構えんの、あ、これで構えたんだっけ。あ、ちょっと手ぶれあるね、やっぱりね。これ拡大とかなかった、あ、間違えちゃった。これ拡大とかできなかったかな。ああ、いやいや、バッツしちゃった。じゃあ、いきますね。おお、すげえ。悪っ。悪っ。いやー、いっちゃいましょう。いや、すごい。倒れ方がすごく、なんか罪悪感がすごく出ちゃいましたけど。でもディテクテッドって言ってたんで、誰かね、発見されたんだろうね。攻撃されなかったけどね。ただ弾の数が少ないので、あまり無駄遣いしちゃダメだね。さあ、じゃあこっちを解決しに行きましょうか。まあ、あとそれと、いろいろな建屋入ってみましょうか。サウス、あ、そうだね、サウスに行かないといけないんだけど。あ、いやー、行ったわー。いや、もう怖え。怖え。の肉いいんだ。いや、さすがにちょっとヤオウガイは怖いね。
やばいかもって思っちゃうね。あら、ウエストに行ってる？逆方向行ってんね。しまった。まあ、ちょっと回り込んでいきましょうか。何か発見できるかもしれませんしね。と思ってたらいい時間になっちゃいましたね。ではですね、この時間で終わっておき、この時間で終わっておきます。ちょっとおかしいね。フォールアウトの終わっておきます。どうもありがとうございました。